キレポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。さて、日本が先日人体実験をしたんじゃないかって言われてるけど、今回は731部隊は存在していたのかという話です。それではタイムスリップ。アメリカ合衆国は戦後731部隊調査団を派遣した。調査はすべて連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーザー、その参謀第2部長チャールズ・ウィロビーの全面協力の下で進められ、アメリカ国防総省へ報告書が提出されている。それらをもとにアメリカ合衆国は次のように結論付けた。アメリカにとって日本の生物戦データの価値は国家の安全にとって非常に重要で、戦犯訴追よりはるかに重要。裁判にかけてその情報を他国が入手できるようにすることは得策ではないと。また第4次731部隊調査団責任者エドウィン・ミル博士は最終報告で、このデータは日本人科学者たちが巨額の費用と長い年月をかけて得たものである。こうした情報は人体実験に対するためらいがあり、我々の研究室で得ることはできない。これらの情報を入手するのに今日まで要した我々の費用は25万円である。この費用はこれらの研究の価値に比べれば些細な額に過ぎないと記している。旧ソ連のハバロフスク裁判で731部隊員の証言記録がテークで残っている。そのテークから聞こえてくる肉声によれば、実験材料とされ亡くなった人は3000人以上だという。731部隊とは軍人だけでなく、当時の医学界のエリート医師たちが各分野においてさまざまな人体実験を行った。731部隊での人体実験とは生体実験と同期である。なぜなら死んでからだと雑菌が発生するため正確な数値を測れないから、そうならないうちに解剖して臓器を取り出す必要があったと。これら人体実験の犠牲者は日本軍によって貴族と呼ばれた人たちだった。日本に逆らう韓国人、中国人、ロシア人などの思想犯で、女性、子供も含まれていた。彼らは裁判を通さずに部隊に送られていた。彼らはマルタと呼ばれ、単位は何人ではなく何本で数えられたという。人か個人を特定する大事な名前が消失し、冷たい数値のみで管理された。14歳で731部隊に少年兵として入隊した方は最初に必則は死刑囚だから、実験材料として利用して問題ないと教えられたと証言している。また2007年元731部隊の隊員の一人が毎日2から3人の生きた人を解剖したと証言した。731部隊に関わった医師たちは当時技師と呼ばれ、薬学士、理学士、医学士など各界のエリート権威が勢ぞろいだったという。現在当時関わった技師たちの名前と体格名が判明しており、最も多いのが京都大学、次いで東大だそうな。なぜ優秀なエリート医師をかき集められたのか、それは731部隊と大学側とで金銭のやり取りがあったことが判明している。京都帝国大学の医学部長は自身の研究費として軍から多額の援助をもらっていた。その見返りとして教え子を731部隊へ送ったというわけだ。満州国が建国されると各大学は満州のボーイなどに医師を派遣、大学間でポスト争いが過激化していく。そこで影響力があったのか731部隊で、その部隊長石井四郎は京大医学部出身だった。彼は知り合いの教授と関係を深めていったというわけ。教授の教え子たちは教授の命令には逆らえなかったと、しぶしぶ731部隊に協力した人も中にはいたようだ。しかし戦後真っ先に日本へ逃げ帰ったエリートたちは各大学の教授や学長ポストにつけ、各分野の権威であり続けた。それどころか731部隊長石井四郎の右腕と言われた内藤浪一氏は戦後緑十字の創始者となったことは有名な話だ。このように彼らは戦犯となることはなかった。それは冒頭で紹介したアメリカと取引があったことは言うまでもない。1945年8月9日、ソ連が満州に侵攻。731部隊は
直ちに撤退となる。その時、40から50名の囚人マルタがいた。証拠隠滅に駆り出されたのは少年兵だった。毒ガスや銃殺された死体を各毒砲から引っ張り出して、中庭でガソリンぶっかけて焼いた。しかし、逃走前で急いでたこともあり、中途半端の状態で埋めたため、手足の一部が地面から見えていた。それを見た部隊員が少年兵に、それでは証拠隠滅にならないということで、ライトを掘り起こして焼き直しし、その骨もご丁寧に拾わされて処理したとのこと。さて、これら人体実験の成果の一部を紹介すると、731部隊の研究員吉村久と、後の京都府立医科大学の学長さんが、戦後自慢げに発表した論文には、ヌージを氷水の中につけた際の温度変化が記録されていた。これは想定値でしょうか。どうやって数値を取ったんでしょうね。その数値から、鳴き声が聞こえてきそう。おそらく、部隊内で、女性マルタへの交換から生まれた子、または妊婦が連行されてきて、不幸にも出産した乳幼児が、この凍傷実験の犠牲になったのではと言われている。また、生体実験では、麻酔が使われた例もあったようで、731部隊の隊員だった人物は、証言テープの中で、泣きながら証言している。生体解剖時の麻酔から、冷めた女性からあることをお願いされたことが、頭から離れないという。それは、私は殺されてもよいが、子供の命だけは助けてくださいだったとか。どうだった?歴レポチャンネルでは、こんな歴史やミステリーを紹介しています。他にもちょっと見てもいいなって思ってもらえるのがあるかも。また、時間があるときにと思うので、チャンネル登録お願いします。ご清聴ありがとうございました。ではではまたね。